鹿島は個々の能力が高いし球際も強く勝負強いチームなので、そこをしっかり警戒しつつ、自分たちの飛車サッカーを見せられるようにやっていきたいと思います。ルーカス上がってきて中へのクロス、ロペスシュート、ディフェンスをかわす福森、速いボールだ、決めた福森。相手からボールを奪うのが僕のストロングポイントですが、最近の試合ではゴールにも絡めたりしているので、今後もそれを増やしていって攻撃面でも守備面でもチームに貢献できるように頑張りたいと思います。サポーターの皆様が楽しんでもらえるようなサッカーを届けたいと思いますので、ぜひ札幌ドームに足を運んでいただき、勝利のために一緒に戦いましょう。仕掛けろ、ノーチャレンジ、ノーチェンジ。